黒田優です。歌舞伎から生まれた幕の内弁当。石油を節約しているのは日本だけほか。勉強教育001。歌舞伎から生まれた有名なお弁当。幕の内弁当、スケロク寿司。歌舞伎から生まれた言葉。幕を引く、黒幕、修羅場、ドロン、幽霊がいなくなるとき、太鼓がどんどこどんと鳴ったから、大詰め、一本目、時代物、二本目、世話物、時代物の最後の場面を大詰めという、世話物の最後のことを大喜利という。なあなあ、内緒話をするとき、A がなあ、B がなあとセリフを言う。楽屋、昔は雅楽の人の部屋。おはようございますは、歌舞伎界から始まった。座長を迎える人が、お早いお月でございます、と言っていた。座長が、早くからご苦労様です、と答えていた。この二つのやりとりから、おはようございますという言葉ができ、使う人によって意味合いが違った。敷居が高いは、以前に迷惑などをかけて、そこに行きにくいこと。高級旅館などに入りづらい、高級すぎるに使うと間違い。出世払いは、民法では、条件か、期限かで裁判になったことがある。出世が条件であれば、出世しなかったら払わなくてよいことになってしまう。払う意思はあるが、今はその時期ではない。いつかは払うの契約のことである。判決は、出世払いイコール、僕が出世した時、期限にあたるとなった。ラジオ体操。全国の郵便局、官舗の人々が体操を図解した漫画を配った。ラジオ体操は近代日本の国民の身体を作った。国民が早く死ぬと官舗の保険料が大変になる。なるべく国民に健康で長生きしてたくさん保険料を払ってもらいたい。何か良い方策はと考えられた。ラジオ体操とは、1、身体の近代化、健康。2、身体の国民化、国の思い通りに動く国民。3、時間の近代化、朝早く起きる。心理学、荷物をたくさん持つ人、常時いろいろなものを持つと適応力がつきづらい。習い事を小さい頃からたくさんしてきた人は、幼少から自分で支度をする習慣がある。成人して多くのものを持ちたがる。心の中では優先順位をつけるが、それを相手に伝えられず、みんなにいい顔をする。20代前半の人の好奇心は重要で、学習能力、やる気、想像力を生む。自分の本心を相手に伝えられぬまま年を重ねると悪い結果を招く。男性にとっては都合の良い女性。デートの時、財布プラスアルファの小さいバッグの女性は浮気症。荷物の少ない女性は場当たり的な思考。浮気症の男性は真面目な女性を奥さんに従る。家は落ち着くけど奥さんは気苦労が絶えない。真面目な男性は外で輝く女性を好む傾向もある。情報を持ち歩けばカバンの中身は少なくなる。ネットで情報を収集することで心配が解消され荷物が減る。日本人だけ。1、集団検診でバリウム検査があるのは
日本だけ発見率が低く放射線を浴びるので、海外では内視鏡検査が主流。日本は内視鏡検査の技師が少ない。2、失業が元で自殺するのは日本人だけ。欧米で自殺につながる主な原因は、妻と離婚や子供と別居。日本人は自分の価値を周囲の人がどう思うかで判断する。近所の評判や会社での評価などを自分の価値に直結して考える。3、日本語がそのまま英語になった言葉。津波、カラオケ、かわいい、オタク、過労死。アメリカの映画、過労死。命に危険が及ぶまで仕事を頑張るというのは日本人独特の行動。4、石油を節約しているのは日本だけ。なくなると思っている。他国では石油はなくならないし、なくなるのはもっと先と思っている。アメリカ人に節電を説明するのは難しい。なんで人間より石油が大切？アメリカの家賃には電気水道が含まれており、節電する意味はない。5、良いことがあると悪いことが起こるのではと思うのは日本人だけ。良いことがあると運を使い果たし、悪いことが起こるかもや、素敵な人と結婚したら浮気されるかもなどと考えてしまいがち。日本は災害が多かったため、遺伝的に不安を感じやすい傾向がある。世界の幸福度で日本は153カ国中で53位。準備をしておく人が生き延びてきた国。外国の人は運が良いから次も運が良いと考える。6、日本人はいつも努力をしないといけないと思っている。7、日本人は自分の家族をけなす。海外は家族だからこそ褒める。日本では家族をけなし、話す相手を立てる意味合いがある。日本人は会話で、謙譲語、尊敬語を使い、相手との距離感、関係性を探る傾向がある。自分が家族をけなしても、相手が否定するのが決まった流れ。本当のことはあまり言ってはいけないと思う民族。外国人は肯定してほしくて言う。日本人は否定してほしくて言う。8、日本人は見えっ張り。レジのお釣りを数えないのは日本人が一番多い。細かいお金を気にすると格好悪いといった見栄がある。9、日本人のタンス預金が増えている。海外ではタンス預金ほどリスクのある貯金はないという考え。日本の銀行は金利が低い&手数料が高い。銀行破綻で1000万円しか保証されない。10、にわか雨が降って傘を差すのは日本人だけ。外国には日傘はある。フランスの学校では傘禁止、尖っていて他人を傷つける恐れがあるため。11、別れ際に頑張ってねは日本独特。他の言語に訳しにくい。日本人は結果よりも途中の過程を大事にする。頑張る、一生懸命やるという表現が多い。12、つまらないものですがと言って物を渡す日本人。外国人にとってはつまらないものをどうしてくれるのかわからない。日本人は相手に特定の印象を与えようとする傾向がある。13、日本人は他の人のことを気にする。自分の大衆が嫌。自分の大衆で相手が不快になるのを気にする。14、人前に出るのが嫌な場合。欧米は自分に焦点。日本人は周囲が不快かもと考えたりする。
日本人は他人との関係で自分の価値を決める。他人に迷惑をかけるかも、迷惑をかけているかもが不安の焦点になっている。15、日本人が忘年会を好む独特の理由。11月末から年末まで忘年会をやりたがる。日本をはじめアジア圏では1年一括りを大切にして新年を強調する傾向にある。日本人は落ち込みやすいので興奮することを求める。忘年会で気持ちを上げないと心の中で1年の締めくくりをつけにくい。16、大麻取締法は終戦後の昭和23年にアメリカが指示して施行された。大麻は吸うと気持ちが落ち込むので兵士が働かなくなる。教育は5、6歳までが大切。社会に出て活躍できる人の条件ほか。勉強教育002。教育、5、6歳までに基礎を作っておく。知識の整理。読み聞かせ、産む前から読んであげると良い。子供に質問すると想像力、思考力を引き出す。絵本ブーム、子供の脳に良い。絵本は買うときに試し読みができて、結末がわかるので選びやすい。社会に出て活躍できる人の条件。何かの問題を解決する能力があるか、何か新しいものを想像できるか。大学生に指導。1、社会に出る前にやっておくべきことは失敗の実験。2、自分の強みや実力を客観的に見定めれる力。3、英語の習得は当たり前で、最も大切な科目は数学。数学ができる人は話がわかりやすい。使っている言葉ではなく言葉にする前の情報処理の仕方、要素の組み立て方が数学的ですっきりしているから伝わりやすい。数学が一番重要だ。物の考え方や見え方が変わる。そのため人生において一番必要。子どもの勉強、母親は勉強する時間を決めて守らせるのが効果的。父親は勉強を横について見守ると子どもの学力が上がる。母との関わりは女の子に影響する。父との関わりは男の子に影響する。苦手教科の克服には、男の子は男の先生、女の子は女の先生が効果的。子供が良い点を取ったとき、よく頑張ったねと努力を褒めると学力が上がる。頭がいいねのように能力を褒めると努力する意欲がなくなる。悪い点を取ったときに言ってはいけないことは、女の子は数学が苦手だからできなくてもしょうがないなど、先入観から発せられた言葉が刷り込まれて子どもの学力が下がる。本、学力の経済学より将来の収入を左右する能力、自制心、忍耐力、高校の過ごし方で身につく。社会に出た後、学力だけでは対応できない問題に直面した時に自制心や忍耐力が必要。認知能力、テスト結果など数字で表せる能力。非認知能力、自制心、やり抜く力。忍耐力、コミュニケーション。非認知能力は誰かに教えてもらわないといけない。クラブ活動や学校などの人間関係の中で構築される能力。先生、友人に触れ合ったり、部活動や課外活動を通じて培われる。テストの点数を気にして部活動をやめるのはマイナス。
小さい頃のお父さんやお母さんのしつけ、約束を守る、大きな声で挨拶をする、嘘をつかない、これらは非認知能力が高い。規則正しい生活は自制心を鍛える。毎日背筋を伸ばすように伝え、実践させるだけで非認知能力が育つ。暗いところで本を読んでも目は悪くならない。未発達の子供の場合は注意が必要。1から3歳の視力は 0.2 から 0.4、 6歳頃に 1.0 になる。学校行事、小学10歳で2分の1成人式を多くの小学校で行っている。小学校の健康診断で行中検査はなくなった。今は必要ない。カスタネット、上が青で下が赤、男の子が青、女の子が赤と区別していた時代に男女兼用で使えるようにした。読書感想文、誰でも簡単にうまく書ける。1、本の気になった一文を書く、事実認識。2、どう思ったかを書く、価値判断。すごく素敵だと思った、ここが気に入ったなど。3、なぜそう思ったか、理由付け。似た状態で比較、類比。反対の状況で比較、対比。手遊び歌、アルプス一万尺、小ヤギの上で、は間違い。小槍の上で、が正しい。日本アルプスのことで、小槍という場所がある。歌詞は29番まである。歌、どんぐりコロコロ、どんぶりこ、は水の中に落ちた音。てるてる坊主の歌の3番は怖い。3番、てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。それでも曇って泣いたなら、そなたの首をちょん切るぞ。保育園と幼稚園の違い。保育園、厚生労働省、預かる場所。幼稚園、文部科学省、学ぶ場所。校長先生の話、マニュアルがあるため長くなることが多い。ほとんどの文具に肌色がなくなった。薄橙、ペールオレンジなどに変わった。肌の色も国により様々であるため。学校教室の工夫、理科室の机の色は黒、こぼした薬品を見えやすくする。黒板と窓の位置は決められている。日本人は右利きの人が多いので、右に窓があると光が入って手元が影になるので、左が窓。美術室はデッサンなどに差し障りがあるため、日光が入らないように右側、北側に窓がある。学校の天井は吸音天井ボードが使われており、先生の話が聞き取りやすくなっている。学校階段の踊り場は3メートル以内ごとに作る。一般の事務所ビルなどは4メートル以内ごとに踊り場がある。避難や転げ落ちた場合の安全確保のため。イラストや漫画の入った参考書は記憶に残りやすい。人がいるリビングで勉強すると、人に見られている緊張感から集中力が高まる。苦手な科目は最初か最後にやるとよい。午前中は脳が活性化、朝早く起きて勉強する方がよい。勉強、1から2時間で問題を読んだところで休憩する。睡眠学習、
寝る前には歴史や英単語を勉強すると良い。脳が記憶を整理するので覚えていたりする。スケジュールの立て方、45分プラス15分休憩など、自分に合った勉強法を見つけ、スケジュールを立て、意思を強く持って実行する。大学入試によく出るゴジラは時代のメタファー、暗喩である。勉強や仕事の前に水分補給をすると集中力が上がる。脳は 100% 使われている。スーパー記憶脳の育て方ほか、勉強教育003。脳は 100% 使われている。10% から 30% しか使われていないと言われていたのは間違い。今世紀に 100% 使われていると分かった。脳について、不安を紙に書き出すだけで、脳の中のメモ帳が少なくなるのを防ぐ。同時処理。脳に効果的なことは寝ること。神経細胞が脳をまとめる。ケチは遺伝する。セロトニン、リラックス。不安に苛まされるとリラックスできなくて将来に不安、ケチになる。セロトニントランスポーターの多い少ないは遺伝する。太陽の光を浴びたり運動することでケチが抑制される。脳科学、右脳人間、左脳人間はいない。左利き、右脳型天才は間違い。脳にシワが多いと頭が良いも間違い。動物の場合はそうかもしれないが、人間の場合はシワと頭の良さは関係ない。やる気スイッチが入るのが遅い人。机に向かえば集中力が出てくる。作業性興奮。線条体が活性化。ドーパミンが出る。始めさえすればやる気スイッチが入る。成功の分かれ目かも。究極の休息法、瞑想。脳を休めるための休息法、マインドフルネス。科学的に解明されている。脳の疲労から自殺に、ストレスや考えすぎ。マインドフルネスイコール意識的に休ませる。脳の回路を整える。短時間で頭がすっきり。ストレス軽減や集中力のアップ。心を無にする。子供にも効果あり。海馬の密度が増加。免疫力がアップ。うつ病の回避などの効果がある。今この時だけを意識すると脳は一番休息する。意識が常に過去や未来ばかりに向かう。脳が無駄に活動。呼吸を感じること。睡眠は大事。飲酒やパソコンは睡眠の質が悪化。朝10分ほどのマインドフルネス。睡眠では取れなかった疲労が取れる。集中力もアップ。マインドフルネス。基本、背筋を伸ばして椅子などに浅く座る。少し体を揺する。少し肩を回してもいいです。楽にスッと伸びるところを見つけて、動くのをストップしてからスタート。体の感覚や呼吸を感じ、今この時だけを意識。2週間で集中力アップ。マインドフルネス、もう一つのやり方。悩み事がいっぱいの時、自分の体の前で軽く手を合わせる。手と手の温かさに注意を向ける。両手をそのままゆっくり上へと伸ばして、万歳。血液が流れているから血の気が引くような感覚。今度はぐーっと手を握る。
筋肉が収縮している感じ、指と指が触れている感覚を意識しながら、ぐるっと回しながら下ろす。この時、関節が動いている。腕が自然に曲がり、前で手を揃える。これを長く続けると、思いやりや感謝の気持ちが育まれる。スーパー記憶脳の育て方。側頭葉の発達は遺伝ではなく後天的なもので、幼少期の子育て環境が重要だという。2歳から6歳は覚えようとしなくても脳が吸い取り、紙のように覚える。1、これ何？と聞かれたら一緒に考えてあげる。何だと思う？親と一緒に考えることが大事。推理、想像、記憶力のトレーニングに。2、あれ、それではなく、正確な言葉を使う。あれって何？本や新聞などを読んで、言葉を正確に覚える。言葉を覚え、正確に使うことが大事。3、子供の小遣いに条件をつける。面倒くさいは不可。当たり前の環境より条件をつけることで、知識、経験を総動員して考える。お手伝いしたらとか、頭は使えば使うほど良くなる。中学入試問題は、脳を鍛えられる問題がいっぱい。考えるだけで脳は鍛えられる。理科、スプーンを20センチ離すと、自分の顔はどう見えるか。逆さまに見える。社会、駅名表示で、目黒、JY22 などの JY とは？ J は JR、Y は山手線。駅のナンバリングは東京オリンピックに向けて付けられている。理科、ブレーキをかけると自転車のカゴの中のものはどう移動するか。慣性の法則。本、子供孫子の兵法。人前でうまく話したいときは、自分が物語の主人公だと思え。自然に堂々と話せる。ダメでもまずプラスを褒めろ。失敗もプラスを考える。気まずい相手と仲直り。トラブル解決に一番大事なのはスピード。とにかく早い行動。人と仲良くなりたいときは、ピンチを演じよ。自分の限界を超えたいときは、常識と非常識を使え。本当にすごいのは、誰にも気づかれずに、結果を出す人。ハリー・ポッター。ハリー・ポッターの人気の秘密。1、普通の子供が魔法使いになる。少しずつ成長。規則、宿題、テスト、リアルな設定で物語に引き込まれる。2、魔法が日常のすぐそばにある。入り口はロンドンのキングクロス駅。再現したオブジェが現在のキュグスクロス駅にある。3、どこにでもいそうな登場人物。ハリー、友人や仲間を大切にする。ロン、優しい性格、ムードメーカー。ハーマイオニー、勉強が大好き、真面目。本が好き。作者が11歳の自分をモデルにした。登場人物の共通点。みんな欠点を持っている。自分と似ていると想像できる。ハリーは無鉄砲。ロンは臆病。ハーマイオニーは他人に厳しい。作者の友人や先生がモデルかも。イギリスの作家、J.K. ローリングによる児童文学ファンタジー小説。作者は25歳の時にストーリーを思いつく。10年かけて完成。作品を通して一番伝えたかったテーマは死。
ハリーの両親、友人、仲間、生きる気力を奪う魔物。作者は若い頃、貧困や差別に苦しむ人々を救う活動をしていた。死を身近に感じていた。人間としての権利、無残な現実、苦しむ人々を救う人間の善良さ。作者のスピーチより、世界を変えるのに私たちはより良い世界になるよう想像する力を持っています。つまり他の人の立場になって考えることができます。無関心は悪と同じことです。映画化の条件、ストーリーや登場人物の設定を変えたりせず、原作に忠実に作ること。イギリスで撮影し、イギリス人俳優を使うこと。作者は現在は脚本家として活躍している。古文書に医学書もある。クレジットカードで支払える主な税金、ほか。勉強教育004。古文書に医学書もある。織田信長高血圧、徳川家康胃がんで亡くなった可能性、淀君うつ病、ご飯が食べられない、めまいがする、海域という薬の処方、うつ病が大阪冬の陣の勝敗を左右した、家康が追い詰める、真田幸村が討ち死にする、淀君がうつ病でなかったら歴史は変わっていた、2年籠城し家康は病死、大阪が残った。古文書のカルテは教科書として医学の発展に貢献。江戸時代の手相人相の本、戦国武将も敵将の手相を集めた。敵の性格を読み、戦いの作戦を立てる。南北双方、水野南北朝、江戸時代の人相学、統計的に作られる。人間観察、1、火葬場で働く、個人の人生を聞ける。中の骨まで見ることができる。2、神結床でその人の現状の生活を見て、性格などがわかる。3、風呂屋でデータを集める。合計9年データを集めて本にした。警察の隠語、無所、刑務所の略語ではない、虫寄せ場の略。江戸時代、犯罪者の収容所を寄せ場と言った。牢屋は虫かごのようであったので、虫寄せ場から無所。無所が語源で刑務所という言葉が生まれた。江戸前寿司、進化してネタに一手間加える、締める、漬け、隠し包丁など、1947年、戦後の日本で食糧難で日本中から寿司店が消えたことがあった。GHQ が一括管理したため、寿司店は営業停止。委託加工、寿司屋での委託加工とは、米を持ってきてくれれば、マス、船、かまぼこなどの寿司を作る。この戦後の苦境の中で、きゅうり巻きが生まれた。店の看板、店名の一部をわざとひらがなにしている。2で割り切れない奇数を縁起が良いとしてきた。寿司店の名前に最も多いのが3文字、50%、のれんが関係している。江戸、明治の建物は間口が狭かった。通りに面した家の幅、間口に応じて課税したため、約90センチの入り口が一般的。狭い入り口に合わせて、のれんの原型が誕生。生地の寸法幅が、小幅、
藍染めの光景に合わせて決めた日本の布幅の基準が約35センチなので、3枚合わせると入り口より少し大きくちょうど良い。昔ののれんは3枚、お店の名前を3文字の方が見栄えが良かった。建物の近代化で間口が拡張し、小幅5枚ののれんも一般的になった。のれんの形は多様化したが、3文字の店名は日本文化の名残。語源雷門、雷神風神という2人の神様、風雷神門から雷門、火事で燃えてなくなった。松下幸之助が門を作った。病気が治った。語源羊羹、厚物スープ。羊羹はもともと羊の肉の入ったスープ。お坊さんは肉を食べれなくて、小豆や小麦粉などに変更し、お菓子になった。羊がつくのはなぜ？中国から羊羹が来た。語源、シャリは、もともと仏様と深い関係。インドでお釈迦様が火葬された際に、骨が米粒のように細かく砕けたという伝説があり、尊いものに米が似ている。シャリ。節分で渡辺さんは豆まきをしなくてよい。平安時代の大江山の鬼退治、源頼光が鬼を退治しに行くとき、四天王を連れて行った。渡辺の綱、鬼の腕を叩き切ったため、鬼の間では渡辺に関わらないと決められている。海底をのろのろ歩くエビ、ひげが長い。エビの形は腰が曲がっているので、老人のようなので老という字がついている。虫編のエビ、ふわふわ泳ぐエビはよくわからない生き物なので、虫編がつけられた。語源今日、おみくじなどの凶、胸に×印をつけ、悪霊を入らせないおまじないで、凶という漢字ができた。語源、ひょっとこ、薪で風呂をたく男の火を吹く顔、火男。語源、天狗、なぜ鼻が高い？ロシアの船が漂流。ロシアの人がモデルという説がある。色白で怒ると赤くなる。語源、ハヤシライス、ハッシュドビーフウィズライスからウィズライス、ハヤシライスとなったという説。丸善の林さんが作ったという説。語源、わっしょい、わは日本を意味する。日本を背負って支えよう。和の心を持って平和を担ぐ。和背負え、みんなで仲良く背負えという掛け声。語源、べっぴんさん、昔は男女に使われたが、今では女性の身に使う。特別な品物という意味だった。語源、観光、中国疫境の国の光を見る、もって王にひんたるによろし、という一説に由来する。他国に行って栄えているところ、良いところを見て、自分の国に生かす、政治的な言葉。語源、雷のことを稲妻というのは、稲が実る頃に雷が多かった。雷が多いと稲の豊作になる。米がよく育つ。妻、男女関係なくパートナーのこと。稲のパートナーから稲妻。話の触りだけとは、最初の部分というのは×。正しくは要点のこと。触りは
義太夫節の最大の聞かせどころ、聞きどころ、それが転じて音楽や物語の最も感動的な部分、話や文章の要点などという意味で使われています。クレジットカードで支払える主な税金、国税、所得税、消費税、法人税、相続税など、地方税、住民税、自動車税、固定資産税、個人事業税、都市計画税、償却資産税、不動産取得税など、自治体に問い合わせしてから、税金をクレジットカードで納付する場合、手数料がかかるので、お得になる人とそうでない人もいる。百条委員会、強い調査権限、政治と金の問題を追及したりする都議会が設置。憲法改正の発議、衆議院、参議院それぞれ全議員の3分の2以上の賛成が必要。その後、国民投票で過半数の賛成が必要。憲法9条の改正、戦争放棄戦力を持たない。現在、皇位継承権を持つのは男系男子のみ、皇室の継続が難しくなる。政府が進める働き方改革、長時間労働の削減、同一労働同一賃金を目指そう、週休2日制、月に1回以上、週2日休みがあること、毎週、週に2回の休みがあるのは、完全週休2日制。六法全書、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、法律の数、約2000本。テニスボールが缶に入っている理由、車のナンバーは覚えやすいほか、勉強教育005、テニスボールが缶に入っている理由、テニスボールには空気を入れる穴がない、亜硝酸ナトリウムに塩化アンモニウムを加えると窒素と水になり、窒素がテニスボールを膨らませている、 1.8 気圧、缶に入れることで高い圧力をかけ窒素が抜けないようにしている。広島でバレーボールの製造世界一のシェア、ミカサ・モルテン。ゴムを A4 サイズにカット。3枚プレスで圧縮。空気を入れて膨らまし、加熱してボールの形を作成。糸を巻いて形が崩れないように補強。手作業で表面にパネルを貼り合わせる。江戸時代から中国産地で砂鉄がたくさん取れた。武士が針を作り輸出、帰りに生ゴムを輸入したため、ゴム製品の製造が栄えることとなった。本、妻の取説、黒川伊保子著。妻の理不尽な怒りは母性本能の現れ、女心がわからない男性たちは必読、女性脳とは言葉をしゃべれない赤ん坊の様子を気配で察して大切に育てるための脳。女性は男性よりも様子、気配を見て察知する能力が高い。女性にとって察することは愛の証。それが母性本能。そういう内容の本です。電球が切れているとき、自分でやるからいいわと女性は言うけれど、心の中では察して自分からやるよと言ってほしいと思っている。男性は言ってくれればいいのにと言うけれど、それはダメ。本より、会話術の黄金ルール、女性はねぎらってほしい、男性は事実の通信線が一本、
女性にはもう一本ある心の通信線、心の肯定否定、事実の肯定否定、女性との会話は共感が必要。2016年の出版業界の校閲、昔は校正と言っていた、5分間で500文字をチェック、例文、新年明けましておめでとうございます、A Happy New Year、 新年を迎えている場合は新年や A Happy の A は不要、目上の方に一文字二文字は失礼、がしの中には謙譲語が含まれたものがある、金が新年、今日が新年などは目上の方に使う、年賀状には句読点をつけない、喜ばしいことに区切りをつけないということから、プールのコースロープは色が決まっている、残りの距離がわかる、ライフガードは職業、ライフセーバーはボランティア、共に海やプールでの安全に携わる人たち、プールをいつも満水にするのはゴミを流すためと大会などの記録のために、波を防ぐために満水にしている、日本人には読めないアルファベットの書体がある、カタカナに見える、開発者はアルファベットにカタカナをミックスして作った、日本の匠の技を後世に伝える、京金網の職人さんの技術を分析、後継者がいないので何十年もかかる技をマニュアル化、目元カメラで目の動き、赤外線マーカーで手の動き、まばたきの回数が少ないことを発見、日本のカンナの切れ味は世界一、1300度の高温で鉄を熱し、2ハンマーで形を整えていく、3再び鉄を熱する、4水蒸気の爆発を起こし表面をきれいにしていく、材料は明治22年以前の鉄、レール、鉄橋の廃材、船の錨の鎖を使っている、木炭が燃料でそのため不純物が多く柔らかい鉄であった、地金に柔らかい鉄、刃先に現在の硬い鉄、研ぐときは柔らかいところが研げるようにしているので刃の鋭さが維持できる、現在では柔らかい鉄が手に入らないので古い鉄を探している、百人一首、意味を読み解くと本当は怖いお話ばかり、ウコン、粘着女子など、中国の故事、井の中の蛙ず、大海を知らずで終わる、日本で誰かが後に語句をつけた、空の青さを知る、天の深さを知るなど、世間知らずという意味、同じ意味の四文字熟語で、野郎時代、野郎という国の王が自国の小ささを知らなかったという中国の故事による、初夢、諸説あり、大晦日に見た夢、元旦の夜に見る夢、2日から3日にかけて見た夢、元旦の夜に見る夢が一般的、車のナンバーは覚えやすくしてある、人間は7桁しか覚えることができない、ハイフンが入っていて区切りがあれば覚えられる、これをチャンキングという、台本などは丸で囲んだりしてセリフを覚える、実演販売士のプレゼン術、比較が上手、一般のものと推薦する商品との対比を明確に示す、特殊が引き立つ、共感の喚起を行っている、〇〇じゃないですかと
わざわざ言うことで相手を引き込む。擬音のリズムで一気に説得。相手に伝えるには比較が必要。一般的な皮むき器の説明の後、自分の商品の説明や実際に使用。類推というプレゼン術。包丁の場合、切る必要のないアボカドの種を切る。何でも切れるに違いない、と想像させる。比較だけでは売れない。リズム、雅楽の極意。序、八、九、三部構成。序、ゆっくりと信頼させるように近づく。一般的な皮むき器の話など。八、テンポを上げ、自分の商品を説明。九、さらにテンポアップ。結婚の入籍とは、新しい戸籍を作ること。昔は結婚する男性の戸籍、家に女性が入ったので入籍と言った。結婚とは婚姻届が受理されて夫婦になること。婚姻とは法律上の夫婦関係のことで、お互いの努力により維持するもの。普通の入籍は、すでに存在している戸籍に誰かが入ること。男と女の脳の違い。ネット検索に頼ると脳が衰えるほか。勉強教育006。男と女の脳。色彩感覚が優れているのは女性。相手の顔色を見る。一つだけ明るさが違うパネルを女性は見分ける。同じものを見ているのに、情報を処理するところが違う。腹側経路が優れているのは女性。赤ちゃんの顔色など。背側経路が優れているのは男性。色や形。男性は車の運転がうまい。空間的な情報処理が得意。図形の能力。嗅覚が優れているのは女性。鼻の中の嗅球の数が多い。父親の匂いと違う匂いを探す娘。近親相関を本能で防ぐ。女性は好きな匂いの男性に惹かれる。男性は圧倒的に見た目重視。味覚が優秀なのは女性。舌のセンサーの数。男性より女性の方が多い。腐ってないか、毒じゃないか、進化の過程で発達した。プロの料理人は男性が多い。女性は女性ホルモンの分泌で味覚が変わる。男と女の脳、ダイエットが成功しやすいのは男性。人間の本能にブレーキをかける。食欲を抑えられず、太りやすい女性。女性は子供を育てるため食べるようになっている。人にやる気を起こさせるのは女性。コミュニケーション能力が高い。左脳右脳の使い方のバランスが良い。相手の気持ちも考えている。脳量が太い。男性は一つのことに集中。一日に使う言葉の数は、男性7000語、女性2万語。記憶力が良いのは女性。年齢に関係なく、扁桃体が反応し、感情に敏感。扁桃体と海馬は近い場所にあり、記憶する。記憶が残りにくい男性。勉強には男女の違いがない。女性は喜怒哀楽を覚えている。男性は二人の記念日は忘れないように。男と女の脳。他人の不幸を喜ぶのは男性。シャーデン・フロイデ。敵がやられるのを喜ぶ。他人の不幸が自分の喜びにつながる。女性は共感してしまう。詐欺にかかりやすいのは女性。セロトニン、幸福ホルモン。男性の方が多い。男性、気持ちが安定。女性、不安定。詐欺につけ込まれる。
気持ちの切り替えが早いのは女性。ストレスホルモン、コルチゾールの分泌量が男性の方が多い。狩りに出る男の戦いの準備のため、すぐに活動できるが、気持ちを切り替えにくくなる。自殺は 69% 男性。コルチゾールのせい。睡眠を7時間半取ると減らせる効果がある。男と女の脳。気配りが上手なのは女性。脳が何もしていないとき、脳は無意識でも周りが見えている。男女の差。休憩中の脳の活動。男性 30%。女性 90% が活動している。人類進化の過程で、男性は獲物に集中。女性は子供や家のことを守るため、いろいろ気を配る。第6巻、周囲の情報から推理。男性、一つのことに何かを突き詰める。林修さんが語る天才とは、訓練なしで能力が突出していて、環境の中で自然にその能力が伸びる。途中からは自覚的に伸ばす。もともと何かの分野に向いているものを持っている人。天才は努力と集中。脳は何歳でも鍛えられる。ネット検索に頼ると脳が衰える。後で検索できると思ってしまって記憶しづらくなる。怒りにくい脳、想像力がある。切れる人は後のことを想像できない。前頭葉をトレーニング。同時に2つ以上のことをする。料理や後出しじゃんけんで負けるやカラオケなど。騙されない脳。言語力。早口でまくし立てられたり、知らない情報を並べられると脳がパニックを起こす。人と会話すると鍛えられる。左、頭頂葉のトレーニング。気が合わない人と話をする。本を音読。テレビを見ながらツッコミを入れるなど。見たものを正確に判断。空間認知力。転びやすくなった。お茶をコップに入れるとこぼす。映像の情報処理が追いつかない。道に迷う。車間距離がわからない。右、頭頂葉をトレーニング。体の左側を使う。カゴに玉を入れる。左手で玉を投げる。左足を使う。忘れにくい脳、記憶力。イメージはつかめているか？記憶は本箱。引き出せなくなっている。初めてのことはよく覚えている。言葉に置き換えて覚える。やったことあるスポーツと関係して覚えるなど。言葉に置き換えられないとき、人の顔を動物に置き換える。脳は関心があるものしか覚えない。側頭葉のトレーニング。最近あったこと、昔あった出来事、いろんな時期の記憶。過去3日間の食事を思い出すなど。認知症予防、進行、食い止める。記憶力が低下し始めるのは30代から。50から60代になると一気に下がる。歩くスピードが遅いと認知リスクが上がる。脳の運動や手足に伝わるのがうまく伝わらない。青信号で渡るのが難しくなってきたら要注意。歩幅が狭い人ほどリスクが上がる。より期待できる運動は、有酸素運動、BDNF という物質が作られる。BDNF とは、筋肉の収縮でも神経細胞を作り、ネットワークを復活。たくさん出る人。少ない人は高齢の人。息が少し上がるウォーキングや早歩きが良い。MCI、軽度の認知障害、チェック、スマの方、背中に、ス、マ、
ぬのどれかを書く。わかるか。6回中3回以上間違えると MCI の疑いがある。歩行スピード秒速 90cm を下回ると危ない。同年代の人に追い抜かれる。ウォーキングなどの有酸素運動。物忘れと認知症の境目について。忘れたとしても思い出すことができるのは物忘れだが、約束したこと自体を忘れるのは危険。認知症予防エクササイズ。極二サイズ体と頭を同時に使う。ステップをしながら3の倍数で手を叩く。左へ一歩、戻る。右へ一歩のステップ。3の倍数で手を叩く。認知症予防の食事。カマンベールチーズの成分。ビールのホップ。赤ワイン。積極的に摂った方が良いものは、牛乳。米を少なく、おかずをいろいろ食べる。バランスの良い食事。様々な栄養素を摂る。高齢者が3ヶ月ボランティア活動。子どもたちに絵本の読み聞かせ。血流量が増加する。子どもの反応を見ながら読み聞かせる。右脳も左脳も活性化。コミュニケーションは右脳。読む、話すなどの行動は左脳。読み聞かせは2つの作業を行っている。年寄り、自分が新しく知った情報を家族に聞かせる。昔のことだけでなく新しいことを話す。認知症予防の睡眠。昼寝をする人は認知症の発症のリスクは5分の1に減る。正しい昼寝。毎日30分の昼寝はストレスを減らす。1時間以上だとリスクが上がる。夜の睡眠時間は65歳から80歳は7時間が良い。約8時間後に眠たくなる体のリズム。ストレスが神経細胞を弱らせる。寝すぎるとバイオリズムが乱れ、夜の睡眠に影響がある。正しい昼寝はソファーで30分、うとうとが良い。部屋を暗くする。パジャマ、ベッドはダメ。朝6時に起きたら午後2時までに30分だけお昼寝。アルツハイマーの人がブレイン HQ をすると、注意、集中力、視空間能力を使う。デュアルタスクで脳の神経細胞が刺激されて、認知症予防につながる。脳を鍛えるゲームは、週2、3回行うのが良い。予防薬としては、脳梗塞の再発予防薬が、認知症の進行予防にも有効だという。昨年から臨床試験が開始されており、2021年度の実用化の見込み。本当の弁護士。日本の法廷側なぜイラスト？勉強教育007。本当の弁護士。異議があります。という小さな声で OK。タイミングは早ければ早い方が良い。サプライズの証人を呼ぶことは基本的になく、事前に伝えてある。法廷での服装の決まり。ジーパンで法廷に立つ弁護士が稀にいる。検察官はそんな格好はしない。裁判官に着替えてくるように言われる場合もある。裁判官の服装は決まっている。黒色の法服。何にも染まらない公平の象徴。弁護士などが法廷内を歩き回りながら発言することはない。マイクで収録しているため、声が入らないとダメ。裁判員裁判では、弁護士の発言能力が必要。ハートに訴えかける手法。検察官と弁護士は、基本的にお互いに法律家として尊重している。
ニュースで見る弁護士、釈明会見、当事者の受け答えを指導する。事実を正確に話すための指導や、NG ワードの指導など。弁護士は危ない目に遭うことが結構ある。交渉に行った先が暴力団の事務所だったとか、大きなナタを振り上げられたとか、人に追いかけられたとか、裁判員の人が帰り道に、元暴力団員の2人に、顔は覚えとる、など脅迫された事件が発生。暴力団の通常の脅しは、プラスかマイナスかを向こうが考えているので、あまり怖くない。殴ったとなれば刑事事件になって懲役がつくので、その人にとってはマイナス。怖いのは、そういう判断ができない人。法廷がなぜイラスト？海外は映像や写真。昭和23年の裁判で、カメラを持つ報道陣が裁判官の後方からの撮影アングルで規制がなかった。報道陣が揉み合い、カメラの照明が割れ、裁判官が怪我をした。記者やカメラマンのせいで裁判に支障をきたしたから法廷がとなった。料金の相場、1枚1から2万円。重大事件、1枚10万円。弁護士のリアルなお金の話。弁護士の仕事、地味な作業が多い。日本の裁判は書面主義。良い書面を出して裁判に勝つ。陳述書。裁判は早い時間は10時開始。遅い時間は16時30分開始。相談者に1日3回会いに行ったり、現場に行ったりする。探偵のように調べたりはしない。苦手な依頼、離婚問題。離婚裁判を依頼しに来る人の多くは、相手からたくさんのお金を取るのが目的で、相手にお金がないと1円も取れない。別れることはできるが、1円も取れないと弁護士に不満を言ってくる。弁護士の収入、弁護士費用を算出。例えば、セクハラをされた女性が訴訟をして、500万円請求。相談料1時間1万円。着手金500万円の 5% プラス9万円イコール34万円で前金。調査費用に。成功報酬、買った時にもらえる。500万円の 10% プラス18万円イコール68万円。相談料プラス着手金プラス成功報酬103万円。裁判が長引いても同じ金額。交渉だけの場合はもっと安い。裁判で負けると成功報酬はない。良い弁護士はマイナス面の説明を簡潔に正確にしてくれる。弁護士会に聞くとその専門分野に詳しい人を紹介される。悪い弁護士は高すぎる。言葉巧みに依頼を取る。着手金、返さなくてよい、をもらい。喧嘩して解任。お金をもらうが仕事をしない。そういう人は弁護士会を除名される。弁護士本人が訴えられた場合、100% 人に任せる。同業者ですから誰が優秀かをよく知っている。自分で弁護をすると、冷静になれず、自分がやるべき仕事ができなくなる。弁護士の看板、株式や会社という文字がない。会社にしてはいけない理由。弁護士は利益を追求する会社と違い、正義を守る職業のため、会社にしてはいけない。弁護士法第一条、弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。弁護士に向いている人、向いていない人。弁護士適性テストで、人の考えと行動を常に分析できることを見る。明らかに黒なのに白にしてくれと言われたら、
100% 断る。白だと思ってたら黒だった。依頼者から騙されていた場合、辞任をするケース。辞任をする自由がある。依頼者の説明と事実が異なる場合、自ら弁護を辞退することが許される。分かった事実に即した和解をする。弁護士の醍醐味は、経験、年齢は関係ない。有名であるも一切関係ない。法廷では全くフェアに戦える。法律や法解釈能力、事実を見つめる目を養えば、全く公平に戦える。衝撃、本当にあった紙裁判。裁判官がいかに被告人を更生させるか考えながら裁いていることがわかる。感動裁判。テレビ6台を盗み、逮捕され、赤ちゃんに一度も会えていない。前代未聞の提案。刑務所に行く前に最後のチャンスを与えます。生後1ヶ月の赤ちゃんに会えていないので、今回は私の前という条件で赤ちゃんを抱っこしても良いでしょう。被告人の妻に電話。我が子と初めての対面。全米中が称賛。日本の裁判官もできる範囲でやっている。何があっても適正な刑罰が下されることがわかる逆転裁判。刑務所に入りたかった男のとんでもない裁判。日本で4回目の窃盗犯。検察官による尋問が始まった。あなたは重大なミスを犯しています。窃盗罪は物が欲しいという意思がなければ罪に問われない。あなたは刑務所に入りたいから万引きを行った。つまりあなたは無罪。刑務所へは行けません。検察官なのに被告の犯行理由に納得いかず無罪を主張した。裁判はさらにとんでもない展開。弁護士が刑事事件は裁判になった時点で 99% 有罪。あなたは刑務所に入れます。弁護士が有罪を主張。結局2年6ヶ月の実刑となった。動機はどうであれ、人の占有を害すれば窃盗罪になる。弁護士の担当した被告が、自分が思っている罪より重くしてほしいと言ってきたら、弁護士の使命は、その人が無罪なら、無罪を勝ち取らなければいけない。有罪であっても適正な刑罰にならなければいけない。本来の刑より重くすることを弁護の仕事だと思っていない。そういう希望は叶えようと努力しません。イギリスの裁判、全員同じ髪型もしくはカツラ。イギリスでは17世紀から白いカツラの着用が義務付けられている。今でも刑事事件では裁判官がカツラをつけている理由は、被告から裁判官が復讐されないように変装している。裁判所の判決ルール、各自の意味は、連帯して責任を負う。各自〇〇円支払うことは、被告全員で〇〇円支払うこと。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。別のも見てくださいね。